さあ、前回に引き続き G スティール編をやっていくわけなんですが、早速行ってみましょう。お次はこちらですね。こちらはモバイルリンク機能搭載モデルとしては3代目となります。主な型番は GST-B300 で、2020年8月の発売となります。こちらは以前 G パルでもこいつ単独で動画にしておりますので、詳しくはそちらもご覧いただければと思うんですが、今回はせっかくなんで違うモデル、こちらで解説していきたいと思います。こいつはそれまでの都会的なスタイリッシュなデザインから少し離れて、 G-SHOCK 本来の男臭さ、力強さを前面に打ち出してきたモデルなんですよね。で、こちらはその中でもさらに男らしさをアップしたカラーリングに仕上げたモデルなんですが、どうでしょう。こちらはアフリカの野生動物保全と人々の生活について考え、その共生を目指す認定 NPO 法人ワイルドライフプロミッシングとのタイアップモデルとなっておりまして、アフリカ最大のヘビであり絶滅の恐れがあるとしてワシントン条約にも登録されているアフリカニシキヘビをテーマにしたシリーズの一本になってるんですね。どうですか、このクールなパイソン柄がこのラギットスタイルにバッチリハマってますよね。 G スティールってそもそもビジネスシーンで使えるベーシックモデルとして開発してきたモデルだったんですが、ここへ来てビジネスシーンを全く無視してデザインを作ってきたカシオさんにまさに脱帽って感じなんですよね。型にとらわれずかっこよさを追求してしまったと言いますか、カシオさんならではの外し方っていうんでしょうかね。 G スティール界の異端児的な存在であるこの B300、G-SHOCK 好きなら一本は持っていたいモデルかと思います。おすすめです。さあ、いよいよ2021年現在の G スティールでは最新モデル B400 の登場ですね。こちらです。こちらも以前の動画で紹介させてもらったやつなんですが、今回はせっかくなんで先日新たに発売されましたこちらカーボンベゼルタイプをご用意させていただきましたので、こちらをメインに解説していきたいと思います。こちらの B400 は2021年、今年の5月に発売されたばかりだったんですが、やっぱりと言いますか、早くもこのように新しいカラバリを出してきたんですね。この B400 は最初に4色出てきてまして、どれもかっこよかったんですが、今回もまたさらにかっこいいカーボンベゼルのモデルを出してきたということで、私高爺もまたもや我慢しきれずに買ってしまったんですが、でもやっぱりこうやって腕に巻きますとね、かなりかっこよくて満足感も半端ないんですよ。こちらの型番は GST-B400X-1A4JF となりまして、以前買った B100 となんとなく似てるカラーリングなんですが、こう並べますとやっぱりそれぞれ違った良さがありますね。こちらの B400 の最大の特徴は、このカーボンコアガード構造を最大限に活用してシリーズ最薄を実現しているってところでしょうか。カシオさんでも GST-B100 と比べて1ミリ以上薄くなりましたと、この B100 と比較した言い方をしてるんですよね。重量ももともと G スティール史上最軽量と謳っておりまして、通常のメタルベゼルの場合で 80g だったんですが、こちらではさらに 6g も軽くしてきてまして、なんと 74g ということで、もう別次元の軽さを感じることができます。これはやっぱりこのベゼルをカーボンにしてきたのが影響しているかと思います。私が画像で見ていた時の想像をはるかに超えてきたといった感じの軽さですね。このように薄型化軽量化をコンセプトにして開発された B400 なんですが、その中でもこれが最終進化系といいますか、コンセプト的に見てもこちらで完成形といった感じになるのかもしれません。何もしてないっていうと大げさかもしれませんが、一瞬そう思ってしまうほど軽くてですね、1日ずつつけてても全く疲れない、まさに日常使いにおすすめできる一本かと思います。このようにかなり進化してきた B400 なんですが、なぜかここへ来て秒針を外してきたんですね。この辺は人それぞれ好みが分かれるところかとは思いますが、私個人的にはやっぱり G スティールには秒針はついていてほしかったなーって思ってるんですよね。それなりの金額もしてますのでね。でもまあこのデザインには秒針がない方がしっくりきてるのかもしれません。他の部分でかなり手間暇かかってるようですのでね、全体的にはお値段以上の価値は感じられる、非常にお買い得なモデルに仕上がってるんじゃないかと思います。
はい、いかがでしたでしょうか。初代 G-STEEL から順を追ってその歴史を見てまいりましたが、やっぱりどのモデルも大人のための G-SHOCK って感じでかっこよかったですよね。その時代時代で最新の技術を乗せてきてるってのもこの G-STEEL シリーズのいいところでしたし、それでいてコスパもかなりいい方なんじゃないでしょうか。これはもう G-STEEL をつけてれば間違いないといった感じで、どうですか、この動画を見終わってよし G-STEEL 買おうって気持ちに少しはなっていただけましたでしょうかね。もう少しでも買っちゃおうかななんて思っていただけましたら、ぜひとも高評価グッドボタン押していただけたら嬉しいです。はい、今回は以上となります。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。